こんにちははでです本日の試合は2対1で負けましたまあいい投手戦ではありましたけどまあ正直あんまり見どころはなかったかなという感じの試合になりましたけどまずあの先発ね、えー、村上がね登板して、えー、5回投げて飛安打5三振3つ無球2失点ということでまあ 今日はね、もうある程度もう規定投球回に向けての登板だったので、まあもちろん防御率のこともあるんでね、そのタイトルのこともあるんで、もちろん抑えて欲しかったですし、まあ5回2失点と、まあいうピッチングで、まあある程度予定通りだったみたいなね、この5イニングというのは、まあもう3回と3分の2を投げればよかったんで、まあ僕は4回で変わるんじゃないかなと思いましたけどね、まあ5回まで行ってくれたと。 まあピッチング自体はね、いつも通り投げてくれたと思うし、まあ、唯一ね、まあフォークの落ち具合がちょっと今日はね、まあフォークのコントロールとかがあまり良くなかったのかなというふうに感じましたけど、まあそれ以外はまあいつも通りだったのかなと思いますし、まあ本人はね、まだ今日のピッチングはまあ納得していないものがあるみたいなんで、 まあ5回2失点で納得してないって、もうだいぶレベルの高いとこでいるし、まあすごい意識が高いんだなっていうふうに感じるし、まあそういうピッチャーがやっぱりね、おのずとこう、徐々に結果はついてくるんじゃないかなと僕は思うんで、まあもう多分シーズンは、まあ登板しないと思いますので、まあ、CS に向けてね、まあ、広島が来るのか、DNA が来るのか、巨人が来るのか、ちょっとわかりませんけども、まあ、 どこのチームが勝ち上がってきても、1戦目はこの村上に託すんじゃないかなと僕はずっと思ってるんで、ま、とりあえず CS に向けて、ま、調整してほしいなと、思いますし、今日もね、いいピッチングをね、見せてくれたんで、本当にコントロールも良くてね、本当に気持ちいいものを見せてもらったと、僕は思います。でもその後、あの、6回からはね、あの、ビーズリーが、え来まして、ま、これも予定通りですけど、3回投げて、飛安打に三死3つ、無視点ということで、 まああの、まあもう中継ぎのね、控えを見たときに、まあビーズリーが入ってたんで、まあ村上の後、まあ今日ビーズリーが投げるんだろうなーと試合前から思ってたんで、まあもうこれは予定通りというとこで、まあイニングしっかりね、まあフォアボールもなかったですし、まあ力強いストレートも投げてましたしね、いいものを見せてもらったと思いますしね、まあ CS どうですかね、ちょっと、まあ今日のピッチも良かったんですけど、まあ短期決戦ということもあって、なかなかね、こう中継ぎでロング、 まあ、リリーフとかはなかなかね、あんま見ないんですけど、まあちょっとどうなるかわかんないですけど、まあでも今日はいいピッチングしてくれたんでね、またプラス材料になってくれると思うんで、まあいいピッチングだったのかなと思います。で、打線の方がですね、まあだいぶ沈黙してしまいましたけども、まああの中日先発梅津から、え、まあ2回にね、あの、ええ、テルのね、あの、先制ソロホームランが出まして、これ打った瞬間僕、結構いい音したぞと、 まいうふうに思って、まあ、左中間にね、えー、入ったんですけど、まあ、これちょっとびっくりしましたけどね。でも、バンテリンドームで、まあ、左バッター、えー、左中間、逆方向ですよね。まあ,あ、そこに、まあ、やっぱりホームランを打てるのは、なかなかいないと思うんですよ。まあ、テルとか、村上ぐらいじゃないですかね。左バッターで、バンテリンの左中間を打てるのは。 まあそれぐらい数少ない選手だと思うんで、まあ、見事にこういいものを見れたんじゃないかなと思います。やっぱパワーはすごいですしね、まあ、でも打席の内容もテルはずっといいので、まあ、これをね、まあ、どこまで続けてくれるかっていうね、楽しみも大きいんでね、本当にナイスバッティングをね、えー、してくれたと思います。で、まあ打線ね、あのこのテルの一発のみと、まあ、昨日もね、12回延長で0対0の引き分けで終わりましたけど、今日もこのテルのホームランのみの 得点に終わってしまったっていうのがやっぱりちょっと一番悲しいことではありますね。まあ、もちろん試合に負けたこともねちょっと悔しいですかね今日はね、あのー、ちょっとこうまあそろそろ岩崎も見たいんですけど <laughs> まあ岩崎のフィッチングもねあんまり開きす,すぎるのもねちょっと良くないんで岩崎も見たいんでちょっと打線に頑張ってほしいですからね。 まあ、ピッチャー陣はね、本当にそれなりに毎試合頑張ってくれてるんじゃないかなと僕は思ってるんで、まあでもちょっと最近打線の方が元気ないなと。まあ、昨日の試合ももちろん0点でしたし、打ってないんですけど、今日もね、まあ1点入ったとはいえ、なんか破棄なかったですよね、今日もね。なんかこう、まあ、順位戦、梅津もね、本当にいいボール掘 できてて、まあ、ストレートも、まあ、力入れた時155 g らってたのかな。で、基本的にはま、平均150キロぐらいだったと思いますけど、まあ、ストレートも本当にキレがいいし、伸びも良かったですし、まあ、スライダーもすっごいいいキレ、曲がり具合をしてたんで、かなりね、スライダーの曲がり大きかったと思いますけど、また、フォークとかカーブはそこまで決まってなかったんで、まあ、ある程度、まあ、ストレートとスライダーの2球種に絞れるかなっていう感じだったんですけど、まあ、何よりやっぱり、ストレートが良かったんで、それにみんな結構刺されたのかなと。 で、それに意識するあまり、まあ、変化球が打てなくなったのかなっていう感じに見えましたけど、でも今日は一連見てましたけど、ま、あ打てる気配が正直なかったですかね。まあ、テルのホームランね、打った時はね、ま、あいい形で先生できたし、これから行ってくれるかなと思ったんですけど、ま、あ4回、5回ぐらいからですかね。あ、もうこれ入らないなっていう感じがしたんですよ。ま、あ直後にすぐ逆転されちゃったんですけど、まあ、あ とりあえず同点にしたいなーっていうところはあったんだけど、あーなんか点数入る感じしないなーっていうね、そういうものをちょっとテレビ越しに感じてしまったんで、まあその気配が諸に当たってしまいましたけど、まあヒットも両チーム多分7本ずつぐらいでしたし、まあこっちはフォアボール出してないんで、まあまあピッチャー陣は良かったですけど、まあフォアボールもでもそこまで多くはもらってないと思いますけど、まあ まあ最終回はね、まあ、なんとかチャンス作って、見どころはね、まあ、作って、まあ、最後はね、まあ、あの、あの、点は入りませんでしたけど、最後は面白く見れましたけどね、まあ、なかなかそんなに言うて、チャンスもなかったんですけど、まあ、特にやっぱり打線はね、まあ、中野も、中野はね、注目してみり、1安打、最初の打席内野安打出たんで、まあ、岡林も1安打打ったんで、 まあ、両打者、えー、4打数1ダーかな、今日は。一本ずつヒートを積み重ねたという結果になって、まあ、マッキーが今日打たなかったんで、まあ、中野が159安、えー岡林158安ーマッキー157安ーと、まあ、すごい接戦なんで、まあ、これはね、本当に楽しみですよね、今後もね。まあ、そこは良かったとして、まあ、他、まあ、特に心配なのはやっぱ森下ですかね。まあ、そこは、まあ、ルーキーっていうこともあって、 で、まあ、あとは疲れがやっぱりあるんじゃないですかね。ま大学から出てきて1年目ですけど、大学野球っていつの時期にあるかちょっと詳しくは知らないんですけど、多分1年間はないですよね。なので、まあ、ちょっとその疲れもありつつ、まあ、いぶね、内容が本当に良くないんですよね、森下も。本当に真っ直ぐに刺されっぱなしですし、変化球も、 まあいい感じでね、こう、ライナー性の強いあたり打ってもゴロにしかならなかったりとかね。まあ森下のいい時って本当にライナー性で強い打球が行くんでね、こう、まあそういうのがちょっとなかなか見えてないし、まあフライもね、本当にこう、いいフライではないので、まあそこも心配ですけどね、本当にね。もうバッティングおかしいですもん、本当に。内容見ててもね。まあそこはなんとかね、頑張ってもらいたいとこではありますけど。まあ 打順もまあ、ミエちゃんが今日は入りましたけど、まあ、みえちゃん一回激走ありましたけどね。激走の内野でありましたけど。まあ,あ、れはね、貴重なシーンでしたしね。まあ、あと一個ね、ちょっとほっこりしたシーンというか、まあ、ビーズリーがね、まあ、打席に立ったんですけど、ババントのシーンでね。まあ、なかなかビーズリーも打席に立つことがないので、まあ、なかなか防具のね、付け方がやっぱ日本だとわかんないということで、まあ、メジャーでは多分あんまり防具ないですよね、多分。 なんであの、まさかの相手中日の、ねまあ、ファースト強宇佐美だったんですけど、宇佐美にあの付け直してもらうっていうね、ちょっとほっこりしたね、ほんわかシーンがあったんですけど、まあ、あれはちょっと面白かったですけどね、まあ、そこはこう、なんかこう、笑顔になるシーンがあったんで、まあ、そこはまあよかったなというふうに思いますけどね、まあ、なかなか珍しいけど、まあそういうのもあったという感じになりましたけどね、まあただ試合内容はちょっと、えー、残念だったなという感じにはなりました。 まあ明日の先発なんですけど、阪神ね、えー、西勇気が、えー、投げるということで、まあ、カードカーっヤクルト、えー、高橋奎二ということで、まああの、西勇気はもうある程度、まあ、西勇気ももう、CS 投げるとは思うので、まあ、そこに向けての調整もあるし、まあ、いい投球をしてね、まあこう、自分が納得できる投球をしてくれたらいいのかなと僕は思いますしね、まあ、ずっといいピッチングしてくれてるんでね、まあ、期待したいなと思いますし。 まあ、あの、高橋刑事はえ、前回神宮で対戦予定だったんですけどね。まあ、雨に流れちゃったんで、まあ、まさかのね、まあ、対戦すると思いませんでしたけどね。あの、明日、甲子園なんですよね、球場が。まあ、高橋刑事からしたらスライドで、まあ、球場が変わっただけなんで、まあ、相手、対戦と一緒なんでね。まあ、思い切って、まあ、多分両投手最後だと思うんで、思い切ってね、え投げてくると思うし、投げると思うんでね、こっちもね。まあ、いい試合が見れるん、 ように期待したいなと思いますし、何よりね、もちろん中野も応援したいですし、まあ大山の最高ね、出塁率もそうですし、まあやっぱり、えー、最初に言いましたけど、やっぱり岩崎ですよね。岩崎の当番でね、セーブが、セーブのシチュエーションがあれば、いいなっていう感じですかね。まあ優勝の後ね、セーブシチュエーションあったの1回だけなんですよね。まあそこでしっかりセーブ上げましたけど、まあなかなか当番機会がないのでね、 まあちょっとそこもまあ理想ですけどね岩崎が登板するっていうのはねもちろんでも久々にねまあ勝ちたいっていうのもありますしねまあとにかく打線でしょうねとりあえずはまあ西行きも大事ですしピッチャー陣も大事なんですけどまあ打線がこのバンテニードーム2試合では0点と1点ということでまあ取れなかったんで、まあ、21イニング一1点なんでねまあ明日こそは打線に打ってもらいましょう 本当に、まあ、打線はちょっと、まあ、不調な人もなかなかいて、疲れもある人も多いかもしれないですけどね、なんとか、えー、もう一踏ん張りね、えー、頑張ってほしいなと思うんで、まあ、いい試合をね、えー、見せてくれるように、僕たちも、えー、しっかり僕は明日、えー、応援したいなと思います。ということで、えー、本日は以上になります。競馬チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。